スケボーの歴史いつから知りたい。スケートボードというものが生まれるまでのこの DNA が全て書いてある。ここ人類の誕生。ここ人類の誕生。わかる？まだ人間猿ね。ここまだ人間猿ね。そこから飛んで、ここスケボー1951年ローラーサーフィン、もしくはサイドウォークサーフ、スケボーの原型が誕生するのカリフォルニアで。わかる？カリフォルニアで。これスケボーの歴史。ありがとうございます。わかった？わかった？いや、オッケーね。オッケーね。どこ理解できない、全部説明してあげる私が。どこ理解できない、北米からなんかアイススケートとそのつながりが。何を言っている、お前頭から見てるか、お前頭から見てるか、頭からケツの穴までバカ野郎か。頭から見てるか、ちゃんと。なぜここだけが気になる。それがどういう風にスケートボードに関わってくるのか、ちょっとお前全部見てないな、流れで。お前全部見てないな、これ流れ。これ全部見てたらこれも意味わかるよ。全部見れてなかったみたいです。お前ポンコツか。お前ポンコツね。すいません。ちゃんと見なさい。はい。どっかわからないとこある？もう大丈夫ね。はい、大丈夫です。ほんとね。はい。はい。人類誕生の前にもいろいろと奇跡があって、最初はね、微生物だったりとか魚から手が生えて足が生えて、海の中で生息していた生物が陸に上がることがなければ、我々は足のない生物だったかもしれない。はい。だからそのスケボーなんて関係ない。関係ないです。もうだからスケボーなんてない。そういうところから俺は歴史を紐解いてる。お前な、お前な、スケボーの歴史が知りたいって質問したな。1951年からのストーリーが知りたいんだろ、本当は。はい。バカ野郎。我々に聞いたらな、ここからやるんだ。なんなら、地球が始まったところから始まるんだ。はい。アフリカで一番有名なゴリラのメス。ルーシー。ルーシー知らない。ルーシー知らないです。お前バカちんね。二足歩行になる。二足歩行がなければ、スケボーなんか乗ってないね。そこから始めてるの、これは。はい。二足歩行から始めてるの。はい。わかる？デューク・カハナモクって、ハワイ出身のサーファーなんですか？何その片言の日本語。デューク・カハナモク知らない。はい。やめろ！デューク・カハナモクは、現代サーフィンの父。猿から人間になる、指を使う、道具を作る、人間が文明を持ち出す、文明が進化していく。旧石器時代、中石器時代、新石器時代、そして銅器、青銅器、鉄器時代。長い長い年月ね、今までは狩りをして食べていた貯蓄ということを覚える。個人主義だった生き物が群れをなすことができる。群れができると今度ルールができる。それが人間の社会の始まりね。これがなければ今ある文明も文化も全て発展してないね。長い脈々と250万年、400万年ぐらいかけて骨格も変わり、13種類の人間が生まれるんだけれども、12種類が全て絶滅して、我々は最後の生き残りの繁栄された状態なんだが、絶滅したのは例えばネアンデルタール人とか、そういう人たちはもういない。すごく体が大きくて力も強かったけど、冬越せなかったね。その文明の最中、氷河期がある。そして、それが約1万年前まで続く。そういう時に、獲得経済。それから生産経済に変わる。道具を作れるようになったけれども、わかる？動物を倒したり、木になっている実を取って、生き繋いでいた。人間バカね、それね、1万年ぐらい続けてたね。そんな続けてたんですか？続けてたね。新石器時代に入り、生産経済ができる。だんだん文明が発展していく、道具が作られていく。そして、初めてのタイヤができる。物を運ぶためのタイヤを生み出す。丸ってものが大事ってことが気づく。はい。それがタイヤの始まり。はい。うん、あなた笑ってるけどね、人間最初、猿だったのよ。はい。猿よ！ね。猿が丸に気づく。それすごい大きいこと。はい、確かにでかいですね。笑わない。はい。あんた猿よ。はい、もともと猿でした。今も猿よ。ストーンヘンジがある。こっからね、1500年後にピラミッドができる。だいたい紀元前3500年ぐらいにできたんじゃないかっていう全部予想。はい、歴史なんて全て誰かのデタラメ。そしてその頃にはチャリオットって言って、ちっちゃい戦車みたいなのができた。タイヤが誕生して文明を発展させるために大きな役割を担ってきた。それがまずタイヤという概念始まりです。あと君ね、デッキの概念はこの旧石器時代の獲得時代の時に、海沿いで、たくさんこのカヌーの遺跡が発見されている。で、なぜこのカヌーを説明しているかというと、サーフィンは
カヌーが発祥だと言われてる。西暦400年頃、どのくらいかかる？いや、全然わかんないです。バカチンが、シバイが秦を統一した約100年後に、まだ原始人よ、この人たち、はい。中国があんなに文明が発展して戦争していたのに、その100年後、まだ原始人よ、この子。はい、文明届かないのよ、ね、島は。もうね、スキーはね、旧石器時代からできてる。カヌーも旧石器時代からできてる。そして、旧石器時代にまたもう一つできてるのが、アイススケート。原始人は動物の骨だったりとか、そういうものを足の裏に動物の皮を紐にしてくくりつけて氷の上を移動していたの。それが北欧でたくさん化石が見つかっている。これがアイススケートの原型と言われている。アイススケートは何のルーツだ？ローラースケートです。そうだ、遅い。ローラースケート、ローラースケートの原型なんだ。お前見たな、お前見たな。サーフィンはルーツはカヌー、ローラースケートの原型はアイススケートで、北欧なんかっていうのはヨーロッパの北の地方にたくさんその化石が残っていて、その博物館もあるぐらい。その影響でまずオランダがアイススケートを発展させるんだ。わかるか、はい、昔はオランダ王国だった。ヨーロッパの国々はほとんど当時は王国だから、商業で国を作ってる、宗教で国を作ってる、いろいろあるが、はい、アイススケートっていうのは何がある競技？まあフィギュアスケート、あとスピードスケート。そう、お前見たな、ここ見たな。カンニングしたな。カンニングしたです。貴族と民間人、はい、一般人がいる。貴族が優雅なフィギュアスケートを発展させて、民間人は生きるのに必死だ、はい、物資を運ばないといけない、はい、食うためにスピードスケートを発展させたんだ、競技として。アイススケートはオランダのものなんだ、もともと。そして当時オランダとイギリス王国、イングランドは仲が良かった。アイススケートが1660年ぐらいに、イギリスに渡ってきた。ここすごい大事。そして、イギリスで1746年にアイススケートのクラブができる。オランダから渡ってきた約80年後にもうイギリスでアイススケートが大ブームになる。1740年代。そして1760年代にジョン・ジョセフ・マリーンっていう怠け者の貴族がいる。こいつが社交界に出るときにみんなを驚かせようとしてローラースケートを開発するんだ。このジョン・ジョセフ・マリーン、ジョン・マリーンは発明家なの。1760年代当時に発明家をできるなんてボンボンしかいない、はい、だから貴族のね、ぐうたら息子なわけ。とにかく発明家ではあった。だから新しい奇抜なことをやる人。なんか分かる？あのね、今までのね、常識にのっとってこれはこういうもんだって決めつけてるやつに世の中は変えられないっていう事実でもある。常に新しいことをやっていて、あの人変だよねとか言われてるやつが世の中を変えていくっていう、このジョン・マリンが人類で初めてローラースケートを開発したやつなんじゃないかっていうふうに言われている。イギリスでローラースケートっていうものが少しずつ普及していくんだ。まあここはローラースケート、ここで一旦置いときます。はい、西暦400年ぐらいに見つかったそのカヌー、ポリネシアトライアングル、もう世界中の人たちがここで老後を暮らしたい、はい、うん、そういう地球の楽園だね、ここは。ペトログリフってわかる？もう分かんないです。石に書いた、昔の人が残した絵みたいなのがある、はい、それにもカヌーに乗っている絵とかがたくさん残ってる。しかもそのカヌーの上に立ってるの、人が、はい、だからそれがサーフィンの原型だと言われてる。カリフォルニアがサーフィンの発祥だと思われているけれども、はい、実はそうじゃない。それは後から話が出てきます。イギリスで産業革命とか行われてるけど、まだタヒチとか、このポリネシアントライアングルのね、ポリネシア地方に関してはまだ原始人みたいなね、生き方してる。大航海時代の前、文明を世界中に、伝える手段がなかった。船がなければ島国はずっと原始時代の陸続きになっているところからグレートジャーニーといって文明がどんどん渡っていって発展していった。力を持った、国力を持ったイギリスが世界を横断するわけだ。ジェームス・クック、キャプテン・クックっていう人がいるんだ、はい、聞いたことある？聞いたことあります。本当？はい、ね、クック船長、はい、フック船長じゃないよ。フック船長知ってる？フック船長わかります、うん、クック船長ね、生涯で3回世界中を、船でぐるっと回ってるんだけど、そのうちの初めての航海の時にどこを目指したか、よし、最終的にはタヒチを目指そうと転々としながら航海日誌をつけてた。いろんなことをずっとね、船長は日記を書いていた。1768年とかだった、はい、うん、でタヒチに着いた。そして原住民を見る。みんな、原始人みたいな動きしてる。キャプテンジェームス・クックがログブックに記した中に、現地人はカヌーに乗って生活をしていた。要はサーフィンの原型があったというふうにログブックに記したわけだ、はい、それがサーフィンの存在を世の中に知らしめる第一歩の記録になった。キャプテン・クックがそのログブックに、タヒチの人間たちがカヌーの上に立って漁をしている姿を絵に描かなければ世界中にはサーフィンという存在は知られてなかったの。わかるか？知
すごいですね。まあスケボーもサーフィンも、はい、ローラースケートもアイスケートも実は関係ないところでその文化っていうのはいろいろなところから作られているっていう人類の動きだな、はい、うん、そしてジェームス・クックはもちろん大使地を占領しようとするわけだ、はい、占領するときは何を作るか知ってるかその土地に。分かんないです。お前バカチンか。まずは病院と銀行を作るんだ。そして裁判所も作るんだ。その3つが大事なんだ。まずはお金を作る、はい、そして物々交換じゃなくて対価交換、そこを、基本にして社会を作り上げるわけだろ、はい、そしてみんなが何か病気になってたりとか弱くなった時に助けなきゃいけないんだ、はい、じゃないと言うこと聞かないんだ、はい、うん、そして人間が社会を作り出すと何が起きる。揉め事です。そうだ、はい、それをちゃんと解決するために裁判所を作る。その3つを作ることによって植民地を支配していくわけだ。そうなんですね。バカチンが、そんなことも知らないのか。そこからいろんなものができてくるんだ。学校だったりとか、はい、道路だったりとか。高価なイギリス人はそのタヒチの人たちの文明がとても野蛮に感じたんだ。裸で女の人は胸も出してるし、動物の皮を腰に巻いてるだけでずっと踊ってるだけ。で、なんならもう文明の違いすぎ。もうみんな家の前にご先祖様の仮装した後の骨をずっと並べてんだ、はい、これがじいちゃん、これがばあちゃんもうドクロハウスなわけ、はい、もう恐ろしくてしょうがない。恐ろしいですね。で、そんな奴らがやってる文明なんて弾圧しろっていう風に立ち上がったのが当時のキリスト教なんだ、はい、そうだから文明ね、その原始時代、その感覚的に生きてるやつと思想っていうのは相対したもので、はい、要はだから理論と感情っていうのは相対してるものなんだ。感情で生きてた奴らをね、思想だったりとか理論でそれを潰してコントロールしようとしたんだ、はい、で、その時に実はこのサーフィンっていうのは古代のサーフィンな、ここでぶっ壊されてるんだ、はい、キリスト教の奴らがカヌーとかバンバン燃やしちゃうわけよ。ここでもうすでにね、古代のサーフィンは絶滅してるんだ一回、はい、もう記録が残ってないんだ他に。だからもうサーフィンは死んでんの、はい、うん、はい、サーフィンは死にました。はい、この話は終わり。終わりですか。バカチンゲ、終わるわけねえだろそのサーフィンが、終わってしまったんだが、ポリネシア人はもうそのカヌーがなければ魚が取れない、はい、飯が食えない、生きていけない、はい、そんなやめるわけにはいかないと、はい、これは野蛮なことじゃないんだ、俺たちは生きていくためのツールなんだ。カヌー文化は続いていき、そのカヌーがどんどんサーフィンみたいな形になってきた、簡素化されてきた、はい、うん、でそんな中また時間が流れていくんだ、はい、1890年代に生まれたデューク・カハナモクが、はい、なんとね、ハワイ出身、ね、ポリネシア地方出身のスイマーだ、はい、それがオリンピックに出て金メダルを取って、何度も世界中のスターになるんだ、はい、そして実は趣味がサーフィンだった。オリンピックの遠征中、もしくは水泳の試合で点々と世界中を回ってる間にサーフボードを持ってって世界中でサーフィンをして遊んでいたんだ。そうすることによって一度キリスト教にぶっ殺されたサーフィン文化が復活するんだ、この人も。だから近代サーフィンの父と言われてる。なるほど、わかる、はい、だからもう英雄なわけよ、金メダリストで、はい、スイマーで、はい、でサーフィンやるわけよ、はい、もう水人なわけよ。そうですね、水強いですね。そう、水人なわけで、この人が、いたから、はい、今サーフィンというものが世の中に膨らんでるんだけれども、はい、その膨らむ理由っていうのがこの人がただ広めただけではなくて、はい、実は1900年代前半に、アメリカの方から、はい、もしよかったらサーフィンをアメリカでビジネスにしないかって話を持ちかけられるの、はい、そしてデューク・カハナモクはハリウッド映画とか出たりとか、もうスターだから俳優とかもやっちゃってて、はい、どんどん自分の仕事を成功させるために、まあ、サーフィンももうやりたいな、はい、サーフィンの大会とかもやるよ、サーフィンを普及し始めるんだアメリカ。そしてサーフィンがアメリカで普及して爆発的な人気を誇るんだ、はい、わかるか。アメリカっていうのは文化を持ち込んでアメリカでバズると世界中にバズるっていうカルチャー製造国なんだアメリカって、はい、今韓国がアメリカでちゃんとビルボードにチャートにヒットしようとしてアイドルを送ったりとか、はい、韓流のスターとかを音楽を作ったりしてるでしょ、はい、あれはアメリカで持ってってるのは世界中でバズらしたいから。なるほど。そう、アメリカっていうのはその土地に何かを持ってってそのアメリカで流行ったら世界中で流行るっていう方程式が地球上にあるんだよ、はい、それが成功したんだよ。なるほど。そして近代サーフィンが始まるんだよ。ここ大事なんだよ。大事ですね。ね。はい。うん、まずここまで覚えておいて。はい。そして、さっきのな、アイススケートがイギリスに行って、イギリスのボンボンの発明家の貴族のやつがローラースケートを、開発する。そして、イギリスでローラースケートが一大ブームに、1863年には、なんと、ニューヨークに渡るんだよ。はい。わかるか？アメリカ来ましたね。アメリカに来ただろ？はい。なんでニューヨーク行ったかわかるか？ローラースケートが。
バズらしたい。バカチンが。イギリスの左側はニューヨークなんだ。あ、そうですね。わかるか。はい。ハワイの右側はカリフォルニアなんだ。はい。わかるか。1800年代後半にローラースケートがアメリカで流行る。1900年代前半に西側のカリフォルニアでサーフィンが流行る。はい、西と東でローラースケート、サーフィン。はい。アメリカでブームを巻き起こす。はい。そして途中何が起きるか、世界大戦。サーフィンも脈々と発展していく。ローラースケートもいろんなところでローラークラブだったりとかローラースケートリンクができる。はい。だけど途中で戦争が起きてしまう。はい。これによってスケートボードがこの世に誕生するのが30年遅れたと俺は思っている。そして1945年第二次世界大戦が終わりました。わずかその6年後、サーフィンがローラースケートの足回りのテクノロジーを使って道でできるようにしようと考えたやつがローラーサーフィン、つまりサイドウォークサーフ、歩道のサーフィンを開発する。はい。わかるか。このローラースケートというものがアメリカにニューヨークに入ってきてなければ1800年代後半、はい、そして1900年代前半に、デューク・カハナモクがカリフォルニアでサーフィンというビジネスを成功させなければアメリカでスケートボードは誕生してないのよ。第二次世界大戦が起こったことによって、はい、もう民間人は世界中は戦争の真っ只中、はい、カルチャーが発展するのなんて後回し後回し、はい、だから1951年まで時間がかかる。なるほど。そのサーフィンとローラースケートがアメリカに入って、はい、そしてアメリカでブームを起こしていたという下地ができていて、はい、そして戦争が起きた。そして戦争が終わった後にみんな疲れていたんだ、世界中の人たちは、はい、そして一気に娯楽に走るんだ、はい、子供たちも、はい、そしてサーフィンが流行っている、はい、どんどん発展している。いやーサーフィンやってたらかっこいいよな。若者たちもどんどん憧れてる。最初は大人しかやってなかった。若者たちが憧れたことによって、でもサーフィンっていうのは敷居が高い、だったら若者たちもできる、なんかサーフィンみたいなものはないか。そして大人たちも、サーフィンのオフシーズンにやっぱりサーフィンがかっこいい、サーファーとしてのアイデンティティをちゃんと PR するようなツールはないかっていうので、木の板にローラースケートの足回りをくっつけて、はい、歩道のサーフィンという名前で開発するわけだ、はい、これがスケボーの始まりなんだ。あ、すげえ。だから第二次世界大戦がもしも起きてなければ、はい、1920年代、はい、もしくは30年代、はい、2、30年前にはスケボーができていた可能性が高いんだ、はい、これが俺の研究の読みだ、はい、そしてスケートボードというものが歴史が始まるわけだ。なるほど、うん、でもちなみに1951年前にもスケボーの原型みたいなのがたくさんあったんだ、はい、だけどちゃんと初めて商品化されたのが1951年で、はい、この時にサイドウォークサーフっていうのがバズったわけだな、はい、世の中で。わかるか。はい、わかります。これがスケボー誕生の歴史だ。なるほど。わかるか、はい、だからサーフィンがルーツだ。ローラースケートの集まりを使っただけじゃなくて、サーフィンのルーツはじゃあ何なんだ、はい、ローラースケートのルーツは何なんだ、はい、そのルーツのルーツはまたどうやって生まれたのか、はい、どうやって、そういうものが誕生したのか、はい、っていうことをたどると人類のカルチャーっていうのはな、はい、スケボーに限らず、はい、全てのカルチャーは必ず旧石器時代まで遡るんだ、はい、これはスケボーだけじゃなくて、はい、何でもそう。そうですね。全ては旧石器時代まで必ず遡るようになってる、はい、ルーツのルーツをたどると人類の誕生から旧石器時代、はい、この辺から全て紐解かなければ今あるカルチャーの DNA は解析できないんだ。はい、確かに、うん、お、ラインが入った。バカチンがお前そこ座ってろ。はい。鹿児島に住んでいる耳が聞こえないスケーターのマサルくんっていうのがいるんだけど、はい、その子が、お、なんだこれ、天皇陛下即位30周年の500円玉をゲットしたよみたいな、はい、送ってきてるぞ。あ、本当ですか。うわ、すげえかっこいい。送ってきてるぞ、こういうの。この子ね、耳が聞こえない子なんだけど、障害を持ってる子なんだけど、はい、体に墨入れるたんびに俺に見せびらかしてくるんだよ、LINE で。おい、やべえな。ちょっとこれコイン欲しいな、これ。俺も欲しいです、それ。よし、取りに行くか。はい、ゲットしに行きましょう。はい、今日は授業これで終わり。終わり、バカチンが、はい、ありがとうございます。バカチンが、楽しかったです。バカチンが、今何時？
今2時42分です。銀行と郵便局で交換できるの、はい、そうですね。一人何枚まで？初日は一人2枚までだったらしいんですけど、ちょっと今の状況はわからないですね。なるほど、はい、それが続いてるかもしれないし、はい、もしかしたら1枚になっちゃってる可能性もあります、ね、あ、そっかそっか。いっぱい手に入れられるんじゃなくて1枚だけになっちゃってる可能性もあると。そうですね。あと場合によってはその銀行がストックしてる500円玉がなくなっちゃったら、はい、もうないですって言われちゃうってこと。はい、確か K さんが郵便局で天皇陛下30周年即位記念切手をゲットしてたね、はい、あ、切手もあるんですね、うん、切手もいいですね。うん、なかなか使う機会ないけど、でも切手って記念で持っておくものであったりもするから、はい、スタンプだから、はい、郵便で使わなかったとしても、はい、国が発行してる絵みたいなもんだからさ、はい、じゃあまず今の時間だったらもう銀行がそろそろ終わりそうだから、はい、先にそっちを回って後から郵便局行ってみる。はい、お願いします。できれば何枚か欲しいな。欲しいですね、うん、少なくても3枚ぐらい欲しいですね。やっぱり自分が日本人として生まれて、はい、右翼とか左翼とか全然俺思想そういうのないけど、はい、自分の国に生まれたアイデンティティとして自分が生きている人生の間に年号が2回変わる。俺昭和で生まれて平成になって、はい、今度は5月1日から違う年号でしょ、はいはい、だそういう大きな時代の移り変わり、はい、パラダイムシフトの記念となるものは何か欲しいなと思ってたんだ、はい、このコインはバッチリでしょ、はい、俺もすごい欲しいですこれ。500万枚限定で、うん、そのまあ作られてるらしくて、はいはい、でそのうち497万枚が交換可能の数らしくて、うん、日本人の人口だと20人に1人の手に回らない。だから結構貴重ありますよね、うん、まあ多いけどね。まあそうですね。だけど一人一枚とは限らないから、持ってる数が、はい、一人で何枚もいっぱい手にして後から値段が釣り上がるだろうと思って交換する人もいると思うから、はい、だって500円をそのまま500円に交換できて、はい、それがもしも値段が上がるとするじゃん、はい、投資額ゼロだ。そうですね。まあそういう天皇を金として考えたら全然ダメなんだけど、はい、だからそういうふうに考えるやつが世の中にいるから、はい、もしかしたら予想以上に手に入らないかもしれない、はい、そうですね、うん、これ持っときたいね、はい、いやしかもすごいかっこいいですね。かっこいい、はい、ちょっと後でデザイン見てみようかな。まだ絵でしか見てないんですけど、うん、ちょっと実物がすごい楽しみですね。まあ手に入るかどうかまだ分かんない。そうですね、まだ分かんない。よしよろしく。はい、 PI お待たせしました。ウィーいやーゲットしてきました。マジで全国の聴取者の皆様ご起立願います。連合政権におかざられましては、全国民に対し貸し手も本人から対象をのたわらせたものことになりました。これより指示に国民を申します。ちょっと見てみない？はい、すごいじゃん。かっこいいですよね。みずほ銀行パケじゃん。イエーイ、こういう感じなんだ。これがね、天皇陛下即位30周年記念の500円玉です。記念に10枚だけ交換しました。全然来なかった。全然来なかったです。ラッキーだったよ。この500円玉 K さんにも1枚あげたいな。いやかっこいいですね。かっこいい。はい、コインの側面もちょっと若干凝って作られてて、うん、やっぱあと菊の紋章ですかね。ああ、はい、表面もちょっとツートンっぽくなってて、真ん中が若干シルバーで、うん、で外枠がまあゴールドっぽい色になってて、うん、そのツートン そのコインってないじゃないですか、日本のお金の中で。見ないよね。はい、それがすごいかっこいいですね。じゃあ記念に大切に。記念だよ記念。はい、うん、飾ろう。
Don't get a next time, do your next time.